ランプトムソンのランプは、哲学者ジェームズ・エフ・トムソンによって、マックス・ブラックなどの提起する、スーパータスクの例題として考案された、試行実験である。読書用ランプがあって、それにはスイッチがついている。消灯している時押すと点灯し、点灯中に押すと消灯するスイッチである。当初は消灯しているとすると、奇数番目で点灯し、玉数番目で消灯することになる。 私が、バートランド・ラッセルの処方箋に従って、無限回スイッチを押し終えたとき、ランプは点灯しているのか、消灯しているのか、どちらであることもありえない。自己矛盾である。すなわち、無限回なされた作業とは、それ自身矛盾した概念である、とトムソンは言う。ラッセルの処方箋とは、彼が、 論理的には可能だといったことに由来し、無限界の作業は次のようにすれば、有限時間内に収まる、というもの。ゼノンのパラドックスの二分法における、全身型解釈で目的点に到着するケースに当たる。次の時系列に乗っ取った作業が、なされるとしよう。1、1、2、1、4、1、8、1。 16、この時系列で順に作業がなされるとするなら、その経過時間の総は S イコール1プラス1、2プラス1、4プラス1、8プラス1、16、S は2に収束する。すなわち、2分後には無限回の作業がなされたことになる。ランプで言えば、初回にスイッチを押し点灯させ、1分後2回目を押し消灯する。1、2分後3回目を押し点灯。 1>, 1、4分後、以下同様に半分の時間ごとにスイッチを押す。そのようにして、無限回スイッチを押したとしよう。時刻、0132742状態。このランプ、2分後には点灯しているのか、消灯しているのか。この質問に答えることはできない。点灯していることはできない。なぜなら、直ちに消灯することなく点灯したことは、なかったのだから。 消灯していることもできない。なぜなら、はじめに点灯した後は、直ちに点灯することなく消灯したことは、なかったのだから。しかし、ランプは消灯しているか、点灯しているかどちらかでなければならない。これは矛盾である。このランプは、次の9数を求めることに等しい。1プラス1。この9数が値を持たないと同じく、このランプは、 無限回の作業が完了した時に何が行われるかを決める確立した方法がないことを示している。この主張、スーパータスクは自己矛盾に対して時系列は半回区間0、2にあり2分後という時刻はこの時系列に含まれていないとする批判がある。含まれていないので自己矛盾ではないと。しかし、ここで消灯。 点灯のどちらであるのかと尋ねているのは、最後の作業ではなく、無限の作業の最終的すなわち、全体の結果を尋ねているのだから、妥当な質問である。この件は、ゼノンのパラドックスを、急数の収束をもって、数学的解決とする、人々の持つ誤解を示してはいる、とトムソンは言う。ポール・ベナセラフは批判する。作業が完了するとは、いかなる意味であるか。 という点に問題がある。二分割との類似性から、目的点イコール収束点と見ても、論理的証明にはならない。二分後の状態を、その作業の系列は規定していない。従って、論理的な矛盾であるとは言えない。スーパータスクの自己矛盾を示す困難を、トムソンは克服していない。トムソンは、批判に応えて、作業が完了するという捉え方には、問題があった。 とはいえ、別の見方はあり得るのではないか。曲面の切り替えの列、繊維の列とすることによって、同じ結論に達し得るのではないか、と述べる。アドルフ・グリュンバウムは用語して、スイッチを工夫することで、トムソンのアイデアは否定されない、とする。例えば、ある上下振動があって、その中点の通過が、切り替えとなるスイッチであるとしよう。 上から下へ中点を超えると点灯、下から上へ超えると消灯する。無限の振動が中点に2分後収束するとする。そうすると、2分後という時刻には中点にあるのだから、スイッチはオンオフのどちらかであるはずだ。従って、無限列に2分後という時刻が含まれていないとしても、トムソンのアイデアは生きている、とする。ありがとうございます。